大体ね、これはもう自分でね、調整してもらったらいいと思います。ちょっと少ないな思ったらもうちょっと入れて、サムチャンネルです。今日はですね、業務スーパーで手羽中を買ってきました。なんか久しぶりに使いますね、手羽中ってね。手羽中って言ったら、鶏のその羽の部分の一番上が、手羽先、手羽中、手羽元とか、一番この関節で一番よく動かす部分ですね。はい。なのでね、この肉が割とこう締まってて、まあ、僕的には一番美味しい部位だと思っております。はい、今日はこれを使ってですね、ちょっと以前作ったんですけど、ヤンニョム、自家製ヤンニョムですね、ヤンニョムチキンをですね、手羽中を使って作っていこうと思います。はい、もうね、今日もね、こう3日連続ぐらいね、30度ぐらいが続いてるこの、兵庫県豊岡市なんですけど、本当ね、こう盆地地帯というかね、もうもわっとしてこう暑い、じとっとしてますね。はい、もうそんなのもね、今日は吹っ飛ばすような甘辛い感じのね、ヤンニョムチキンでですね、スタミナをつけていきたいと思います。はい、それでは早速始めたいと思います。はい、まず手羽中ですね。手羽中は今日 200g 使います。そして手羽中に打ち粉をする片栗粉です。はい、そして手羽中にですね、事前にちょっと軽くね、塩コショウ、ほんと軽く、微妙にこう下味がつくかつかないかぐらいなね、薄めの下味をつけます。そして今日はヤンニョムを使うんですけど、ヤンニョムソースをね、作ろうと思います。ヤンニョムソースで必要な材料はですね、こちら、あの自家製ヤンニョムですね、まあ、キムチの素です。はい、そしてお砂糖、ちょっとね、甘辛い感じのイメージなので、まあ、お砂糖を入れます。そしてケチャップ、このケチャップのね、酸味がね、すごくいいあのバランスになるので、ケチャップはもう必須ですね。はい、そしてお出汁ですね、これはもう自家製で作ったお出汁になります。じゃこベースのカツオ出汁ですね。はい、それでは今から作っていきます。はい、でまずはじめにこの手羽中にですね、軽めに塩コショウします。これね、あんまりね、やりすぎちゃうとね、ヤンニョムソースとね、バッティングしちゃってちょっとだだっ辛くなっちゃうので、これは気をつけてください。ほんと軽くです。で軽くすることで、まあ、旨味も引き立つので、はい、こんな感じで軽くして、ここで片栗粉をまぶします。はい、こんな感じでまぶしてですね、そしてこれを後で揚げます。はい、今からね、絡めていくので、そのタレを作ります。で今日はそのソース自体はね、7人前分ぐらいのソースを作っちゃいます。これはね、万能なので、またそのね、ヤンニョムチキンにしてもですね、炒め物とかにもね、使えますので、まあ、ちょっと多めに今日は作ります。お出汁はね、500cc、 そしてケチャップ、ケチャップはね、150cc 入れます。あとこのヤンニョムですね、ケチャップと同量の 150cc、 あとお砂糖、お砂糖は 30g です。はい、これをね、もうちょっとしっかり混ぜ合わせて、砂糖が溶ければヤンニョムソースの出来上がりです。はい、そしたら手羽中の方を揚げていきます。上がりましたよ。で一度ザルにね、こんな感じで上げて、そのまま横にスライドします。はい、そしてね、火をつけて、火はね、もうほぼほぼもう絡めるだけなのでね、強火で大丈夫です。このほら見てください、これトロトロのこのヤンニョムソース、めっちゃうまいですよこれ。じゃあこれをね、
でます。一杯半ぐらいかな。だいたいね、これはもう自分でね調整してもらったらいいと思います。ちょっと少ないな思ったらもうちょっと入れて、美味しそう。もうちょっと足しますね。はい、あともこの絡めてもう出来上がり。どうですかこれ、美味しそう。はい、これで完成ですね。業務スーパーで買った手羽中を使ってですね、ヤンニョムチキンを作ってみました。これね、ほんとめちゃくちゃうまいですよ。もうほんのりとこの甘さがあってですね、そして後からこう辛さが来るような感じがね、このもう夏に向けてもう最高の一品になりました。これね、もうビールにも合うしね、もうほんと食卓にぜひ並べてほしい一品になります。業務スーパーとかにもね、冷凍じゃなくパックで売ってるので結構手頃ですよ。ぜひ今日のを参考にしてヤンニョムチキン作ってみてください。この夏に向けて最高の一品です。はい、それでは今日の動画が良ければグッドボタン、またチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回お楽しみに。